粉末状のアモルファス放素放素本項では、放素の同素体について記述する。放素には7つの同素体が存在しており、それらは結晶及びアモルファスの構造をとる。よく知られているものに、アルファー・ヒシメンテベータ・ヒシメンテベータ・マサカがあり、特殊な条件下では、アルファー・マサや、ガンマ・射宝賞のような形もとる。アモルファスの同素体には、 微細な粉末状のものとガラス状のものの二つが知られている。少なくとも14以上の同素体が報告されているが、前述の七つ以外の同素体は弱い論拠に基づいたものであったり、実験的に立証できなかったりするため、それらは単一の同素体ではなく複数の同素体の混合物や不純物によって安定化した構造であると考えられている。二千十四年には、 新しい放素の同素体としてグラフェンに類似した平面上構造を取るボロフェンの存在に関する実験的証拠が確認されている。β ータ i s m e 構造が最も安定である。一方で他の同素体はすべて純安定状態であり、室温においては β ータ i s m e 以外の構造への変化率は無視できる程度である。 これら5つの結晶質の同素体は周囲の状況によって形成される。粉末状のアモルファス酵素及び多結晶、β 非四面ホ酵素は最も一般的な形である。他の同素体は非常に硬い灰色の素材であり、アルミニウムより10%ほど軽く、融点は鋼鉄よりも数百度高い摂氏2080度である。単体の酵素は自然界には存在せず、 酵素化合物から管理することは非常に難しい。最も初期には酸化放送マグネシウムやアルミニウムなどの金属で還元する方法が用いられていたが、そうして得られた単体の放送はその多くが金属放送化合物によって汚染されていた。純粋な放送は、揮発性のハロゲン化放送を高温で水素還元することによって得られる。高純度放送は、 ジボランを高温で熱分解させたものを、ゾーンメルト法やチョクラルスキー法ーで生成することによって合成され、半導体産業で利用される。雇素には多型が存在し、他の不純物元素と反応しやすい傾向があるため、純粋な雇素の単結晶を合成するのはさらに困難であり、典型的な単結晶の結晶型は0.1ミ、mm、リメートル以下である。 アルファアヒシメンテーホーは水素化ホーの熱分解やタングステン上で溶化ホーを熱分解するなどの方法で合成される赤色の結晶である。アモルファスホーを長時間加熱することでも得られるが、高温状態ではベータヒシメンテーホーに変化しやすく大きな結晶を得るのは困難であるため実用的な用途は得られていない。アルファアヒシメンテイホーは十二のホー原子からなる。 クラスターを有しており、この B12 の構造は、それぞれの放送原子が5つの原子と隣接し合った、正20面体からなっている。この結合が通常の共有結合であれば、各々の,の,の放送原子は5つの原子を供与することになるが、放送は値電子を3個しか持っておらず、電子不足である。 B12 の二重面体構造は三つの隣接した原子がそれぞれ軌道を提供することで形成される3中心結合によって形成されている。通常の放素放素結合の結合距離は0.16から0.19ナノメートルであるが、3中心結合による結合の結合距離は0.201ナノメートルと、通常の結合よりも結合長が長い。 これらの三中心結合による結合は単位格子中の111面で見られる。アルファーヒシメンテー酵素はこのような正二重面体クラスターが立方細密重点構造に類似した構造で詰まっており、酵素の同素体の中で最も比重が高い。このヒシメンテー格子の中央部分には空隙が存在しており、そこにリチウムをドープすることで超電導体となることが 理論的に予測されている。また、リチウムとともにリンボしくはヒ素をドープすれば、バンドギャップが小さくなり、ナローバンドギャップ半導体となることも示されている。アルファタ・アキラ放素は中央に位置する単独の放素原子の周りを、正20面体の B12 クラスターが囲うことで4面体構造を形成している。また、単位格子の頂点にも、 単独の放送原子が位置しており、単位格子中には合計で50個の放送原子が存在する。構造上、単独原子としては、放送よりも窒素や炭素の方が構造を安定化しやすいため純粋な α、正方明放送は得にくく、通常は単独原子が窒素や炭素で置換した B50N2 や B50C2 といった構造をとっている。また、アルファ。 マサカタ・アキラ法則は、アルファ・ヒシメンテーションと、ベータ・ヒシメンテーションの中間程度の密度であり、他の元素の原子がドープされやすい空撃が存在している。純粋なアルファ、マサカタ・アキラ法則は、東方性単化放則もしくは、窒化放則の基板上に乗着した薄膜や、ナノワイヤーとしてのみ構成されている。ナノワイヤー構造は、表面エネルギーが小さいために、純粋なアルファ、 マサカタ・アキラ素が安定して存在できると考えられており、超電動物質や原子力関係の素材などへの応用に向けた研究が行われている。ベータ・ヒシメンテイ酵素は105から108個の放素原子を含んだ単位酵子を有する。酵子中の放素の大部分は、正20面体の B12 クラスター及び五角錐の B6 クラスターを形成しており、 B12 クラスターを構成する原子の一部を共有し合った侵入型クラスターである B28 や B6 が3つ合わさった形を持つデルタ多面体 B10 クラスターなども形成されている。さらに B12 クラスターを中心としてその周囲に B6 クラスターが集まった球状の B84 クラスターも形成され、それは非四面抵抗子の頂点部分に位置している。 皮脂面帝の中央には単体の放送原子が存在している。B28 クラスターは皮脂面帝格子の対角線上に位置しており、格子の中央にある単独の放送原子との間で B28BB28 b 差が形成されている。B10 クラスターもまた格子の中央で単独の放送原子と B10BB10 b 差を形成している。b クラスターは格子の 100面に平行に広がっており、B12 クラスターと B28 クラスターは111面に平行に広がっている。β ータ i s m e n t は P 型半導体であり、そのバンドギャップは1.56イブである。β ータ i s m e n t は空間充填率が0.36と非常に低く、そのため放素の同素体の中で最も密度が低い。 その空間充填率の低さに起因して多種の金属原子を含む包みすることが可能な空撃を多数有している。この空撃にドープされた金属原子は β ータ i s 面 e 放 t の電気特性などを様々に変化させることが知られており、例えばバナジウム原子をドープさせると β ータ i s 面 e 放 t は半導体のバンド構造から金属のバンド構造に転移する。また、 このような多数の空撃自体が、ドナーやアクセプターとして、電子授受に関与しており、不純物元素のドープに対して、自己保証現象を示すことも知られている。アルファーヒシメンテー酵は、生成速度が非常に遅いため、溶融した放送を結晶化させると常に、ベータヒシメンテー酵が得られる。また、タングステン上において、ハロゲン化放送を摂取1200度以上の温度で、 水素還元することでも得られ、この場合900から摂取鮮度の温度では、アルフ α 皮脂面低放素が形成される。ベー β 皮脂面低放素は、広い温度範囲で安定ではあるものの熱的な平行状態が不明瞭であるためアルファ型とベータ型のどちらが標準状態で最も安定な姿であるかは長く、不明であったが、ベータ型が 熱力学的に最も安定であるという相違が徐々に広まっていった。ベータ、正方明放送は B12 クラスター、B20 クラスター及び B20 クラスター中の間劇に2つの単独放送が入った B22 クラスターの3つのクラスターからなっている。単位格子中に192個もしくは190個の放送原子が含まれた非常に複雑な構造をしており、 単結晶の合成が困難なのため精密な構造解析は行われていない。1960年、ベータ・マサカタ・アキラ放送は1270から摂取1550度に加熱したタングステン、デニウムもしくはタンタルフィラメント状で集華放送を水素還元することによって合成された。さらなる研究によりベータ・マサカタ・アキラ放送合成の再現が行われており、 この層に不純物が存在していないことが確認されている。ガンマ放送の X 線解説データ。上、ベントロフ r h ジュニアによるデータ下、アルテム R オギノーブラによるデータガンマ放送は二重面体構造の B12 と直鎖状の B2 の2種類のクラスターが塩化ナトリウム型構造を形成した構造をとる。ガンマ放送は 他の放送の同素体に12から 20GPA の圧力と1500から摂氏1800度の温度を与えることで形成され、19から 89GPA の圧力下で安定して存在する。この構造において、B2 クラスターと B12 クラスターの間における大きな電解度の証拠が存在しており、特に高指力学的な考察から、 大きな長距離静電相互作用の存在が示唆されている。ガンマ放素は1965年にベントルプによって報告されたが、構造も蘇生もはっきりしていなかった。この構造は第一原理計算による結晶構造予測を用いることによって解明され、単結晶 X 線構造解析によって実証された。スレンガーラ及びマコンビルラは、 立法省の放送の同素体をアルゴンプラズマの実験によって合成し、単位格子中に1705プラスマイナス3個の原子が含まれ密度は2.367グラムマイ立方センチメートルであると報告した。この同素体は文献で時折言及されるが、ダナヒューは単位格子中の原子数が正20面体構造に関連しているように思えないとコメントした。 放送 160GPA 以上の圧力で加圧すると未知の構造をした放送が形成される。半導体である他の層とは異なりこの層は金属であり 160GPA での 4K から 250GPA での 11K までの臨界温度で超電導体となる。この構造変化は B12 の正二重面体構造が開示すると理論上予測されている圧力で起こる。 この層の構造に関する推測はアルミニウムに類似した免震立方格子や層状構造を取るアルーが型構造インジウムに類似した耐震性方格子が含まれる。それはまた、酵素の非金属金属繊維は構造の繊維に由来するというよりも、むしろ単純に要素で起こるようなバンドギャップの閉鎖によるということも示唆している。アモルファス酵素は 規則的な二重面体構造の B12 が長距離秩序を持たず互いにランダムに結合した構造をとる。純粋なアモルファス放送は摂氏鮮度以下の温度でジボランを熱分解させることで合成される。摂氏鮮度でアニール処理をすることでアモルファス放送は β ヒシメンテー酵へと相転移する。スパッタ乗着やレーザーアシスト化学気相乗着によって 厚さ30から60ナノメートルのナノワイヤーやナノファイバーを作ることができ、それらもまた摂取鮮度でアニール処理をすることにより相転移して β 非メ面低放素のナノワイヤーとなる。ありがとうございます。